はい、ゆったりーぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、私の YouTube 動画についてちょっとお話をさせていただこうかなとは思っております。ですね、まだ始めてから間もないんですが、徐々にではございますが、再生回数が増えてまいりました。たくさん上げてるのもありまして、少しずつですけど、1個ずつ再生回数増えてる状態でございます。前もちょっと話はしたんですけど、どうも、身内にバレてしまったようで、問題はないんですけど、表沙汰にするような話でもないかなと思ってそのまましてたんですけど、どうも広がっているんではないかなと思います。後々考えてみると、あそこから漏れたんだろうなとかいろいろ想像すると、それはそれで楽しいんですが、問題はないかなとは考えております。喋れる範囲が若干、そっちの寄りの話ができにくくなるかなっていうのはありますし、そこら辺はぼかしながら私なりに好き勝手に喋っていくっていうのが基本的な姿勢ではございますので、スポンサーがついてるわけではございませんので、好き勝手にやっていこうかなとは考えております。これからも継続的に好き勝手にやっていくんですけど、再生回数が徐々に増えており、登録者数も徐々に増えております。身内の人が入っている可能性も否定はできませんが、徐々にではございますが、足固めとしては十分ではないかなと考えております。何でもそうなんですけど、商売の立ち上げって、結局最初は身内を固めてきます。身内に来ていただいて数を増やす。身内に保険に入ってもらって数を増やす。それで徐々に知名度等を上げていくわけですから、YouTube に関しても再生回数、登録者数、あと再生時間ですね。それが伸びてくれるならば、身内でも私は構わないかなとは考えております。使えるんだったら使った方がいいかなとは思ってますし、私のを見ていただいて満足していただけるなら、別に身内だろうが、外だろうが関係ないかなとは考えてます。よって今の現状でも徐々にですが、広がってくれればいいかなという感じで、好き勝手にやっております。確かに、いろいろ、隠してやってるって方も多いのではないでしょうかね。私もあまり表沙汰にする方な人間ではございませんので、ゆっくりと自分のペースでやっていければいいかなとは考えております。そうですね、今から YouTube 始めようかって方もいらっしゃると思いますし、隠したい気持ちも多少わかりますしね、私もそれほど表に出てやるような人間ではございませんので、その点についてはいろいろと考えながら、YouTube とブログとやってみてはいかがでしょうか。自分のペースでやれるのが一番かなと思います。ちょっとやるときに参考にしていただければいいかなと思っております。本日は身内に知られたときどうしようかって話をちょっと私なりに話をさせていただきました。少しでも再生回数増えればいいかなと思って協力してもらってる形になってるのかなとは思いますけど、これからも自分のペースで好き勝手にやっていければなとは思っております。こんな感じでしょうか。以上です。本日はこんな感じです。ありがとうございました。それではまた。